はい、福岡市の唯一の慢性腰痛専門整体院福岡副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントアイデアを腰痛で悩んでいらっしゃるあなたに届けできればと思います。はい、今日はですね、朝からスタバに行ってブログをバーっと書いて、でその後ですね、本屋さんに行ってきたんですけど、まあ、たまたまそこでですね、僕の、友人と会うことができて、ちょっとねテンションが上がったので、今日はいい一日になりそうだなっていうふうに思ってます。はい、ということで本題に入っていこうと思うんですけども、今日はですね、太った人の腰痛についてちょっとお話をしていこうかなというふうに思います。はい、でですね、まずご質問をいただきました。はい、YouTube の方からいただいたんですけど、ダダさんっていう方ですね。この方は脊柱管狭窄症で歩けなかったんですけど、まあ、整体に通ってることだったりとか、あとは自分でストレッチしたりとかして、まあなんとか杖をついて歩けるようになりましたってところですね。ただいつも言ってる、大腰筋って言われるお腹の筋肉を自分でこうケアするのがちょっとこう脂肪が多くて難しいので、何かいい方法はないですかっていう風な、お問い合わせをいただきました。はい、ありがとうございます。まずはですね、ダダさん、自分でこういろいろ頑張りながら、まあ、杖ですけどもなんとか歩けるようになっていること大変素晴らしいと思います。はい、本当によく頑張られてるんだなというふうに感じました。はい、まあ、腰痛を治すためにやっぱ必要なのは自分で治すぞっていうやっぱ気持ちが大事なので、まあ、そこからこれからもですね、そういうふうに頑張っていただけたらなというふうに思います。はい、で、下本題に入っていくんですけども、まあ、太った人の腰痛ですね。太った人の腰痛で、こういった方の腰痛の原因として、はい、まあ、大腰筋って言われる筋肉ですね。大腰筋って言われる筋肉、これが、よくですね、腰痛の原因になりやすいよってことはもう過去の動画でずっと言ってきてます。で、詳しくはですね、大腰筋を、調整する方法、自分で調節する方法を下の概要欄に貼ってますので、まあ、そちらをまずはですね、見ていただきたいなと思うんですが、まあ、それも見たよっていう人は今から続きを見ていただければと思うんですけども、まあ、大腰筋をですね、やろうと思ったけども深いところにありすぎて全然指が入らないんです、そもそも触れてないんですっていう方ですね、いらっしゃいます。なので今日はここをですね、触らずここを緩めていく方法ですねっていうのをお伝えできればなと思います。はい、で、まあ、なんでね、太った人がこの大腰筋っていうのは硬くなりやすいのかっていうと、太ってしまうとですね、どうなってくるかっていうと、僕も人のことは言えないんですが、太ってしまうとですね、お腹がこう出てくるじゃないですか。で、出てくるとどうなるかっていうと、こういう感じで反り腰の方に持っていかれてしまうんですよね、反り腰。で、反り腰に持っていかれてしまうと、この大腰筋っていうのが硬くなってくる。こういう風に持っていかれてしまうので、お腹の筋肉が引っ張られてしまって硬くなってきます。そうすると、実際に自分でもやっていただきたいんですけど、腰が窮屈じゃないですか。窮屈だと思います。はい。で、この状態で首がこう前に出てしまったりとかですね、いろいろされる方がいますので、まあ、この大腰筋っていうのを緩めることっていうのは、まあ、ものすごく大事なので、まあ、今から一緒にですね、ここを緩めていく方法をやっていただければと思います。はい、そしたらやり方なんですけど、はい、まあ取ってる方のまずお悩みからもう一回言っていきますね。はい、まあ、簡単に言うと大腰筋をですね、自分でこういう風に触って、まあ、こうだったりとかこういう風にしてくださいって言ってるんですけど、そもそも奥すぎて指が奥に入らないんですよっていうお悩みだと思います。はい、じゃあそういう方がですね、ここを緩めるにはどうしたらいいのかっていうと、つながりっていうものを使っていきます。つながりですね。で、つながりは何なのかっていうと、ここの筋肉とつながってる筋肉を使いながらお腹を緩めていくっていう形です。じゃあこの筋肉とつながってるのはどこなのかっていうと、大腿筋膜張筋っていうのがあります。はい、大腿筋膜張筋ですね。で、それがどこなのかっていうとですね、はい、こちらです。よいしょ。はい、これがですね、ちょっと待ってね。はい、これがいつも言ってる大腰筋ですね。お腹の筋肉、大腰筋があるんですけど、そのね、骨盤の外側にこう青く光ってますけど、これ大腿筋膜張筋ですが、こいつをですね、マッサージしてあげるとこのお腹の筋肉が緩むっていうですね、もう法則みたいなのがありますので、それを使いながらですね、一緒に緩めていければと思います。はい、で、じゃあ大腿筋膜張筋の触り方なんですけど、まず腰骨ですね、ここにポコッとした骨があると思います。で、分かりにくい方はここですね、
を使ってこうグリグリこの辺を触ってみてください。そうするとあ、なんかあったなっていうのが多分見つかると思うので、ここから狙いを定めていきます。はい、で見つかったでしょうか。で見つかったらですね、足を一歩前に出して、内外内外内外っていう風にですね触ってると、こっからですね、こっから指4本後ろに行って、なおかつ2本ぐらい下ですね、こっから4本後ろで、なおかつ2本ぐらい下のところがなんかこう動かすたびにモコ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 っと動く筋肉があると思います。ここが大腿筋膜張筋って言われる筋肉ですね。はい、ちょっとアップにしましょうか。よいしょ。はい、ここに腰骨あります。ここですね。はい、そこから指4本後ろ側ですね、指4本後ろに行って、そこからなおかつ2本下で、こういうふうに回してもらうと見えるかな、こういうふうに回してもらうと、ここでモコッと動くのがあるので、これが大腿筋膜張筋です。はい、まあ、これをですね使いながらやっていきます。でやる前にですね、まずこれが効果があったのかどうかっていうのを見てほしいなと思いますので、一旦反ったりとか前に曲げたりとか、あなたの痛い動作っていうのをちょっと一回やってみてください。それのが一番分かりやすいかなと思います。はい、でまず大体こんなもんだなっていうのを見てもらったら、一回仰向けに寝ます。仰向けに寝ます。でお腹の柔らかさもチェックしてください。まあ右腰が痛い方は右側、左腰が痛い方は左側をやっていくっていうような感じでやっていきましょう。はい、まあ、今回は右が痛いと仮定します。はい、大体そういう時は右の方が硬い方が多いです。はい、で、まあ、この状態を取れたらですね、まずさっきの大腿筋膜張筋をですねもう一回探します。この腰骨から4本ぐらい後ろで、なおかつ2本ぐらい下ですね、そこをこういうふうにしながら、まずモコッとするところを見つけてもらったら、ここをですねこっち側左側にまずグーッと押します。左側にグーッと押します。左の方は右側ですね、真横に押して、で真横に押したらですね、そのまま真横に押したまま左のですね耳、左の耳に向かってこの大腿筋膜張筋を持ち上げてください。こっちかつこっちですね、耳の方向にグッと持ち上げます。はい、でその状態でですね、その状態をキープしたら膝を軽く曲げます。膝を曲げます。で軽くお腹をささ触っておいて、この状態で手をぐり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 とマッサージをしてあげてください。ぐりぐりぐりとですね。でここでポイントがですね、左かつ今耳の方向に多分押してると思うんですけど、これが弱くなってしまうとあんまり意味がないので、しっかりとこっちに押しながら、なおかつ耳の方ですねに押してもらって、これをグリ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 と30秒ほどやっていきます。はい、で呼吸は止めないようにしてくださいね。でこっちの手はもう軽く触れとくだけでいいです。はい、まあ、数えながらやっていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10っていう感じで30秒ですね。で30秒やっていただいた後に足を下ろしてもらって、もう一回このお腹を触ってもらうと、さっきより絶対やった方のですね、お腹側が柔らかくなってると思います。なんかこう深く沈むような感じですね。その感じが得られてたら OK です。はい、であとは終わった後にもう一回ですね、痛かった動作、まあそれのが一番分かりやすいと思うんですけど、まあ、かなり反れるようになってないですか。はい、まあ、行きやすくなってたりとか痛みが減ってる部分があると思いますので、まあ、痛みの変化がですね感じられた方はですね引き続きこれを続けていただければと思います。はい、まあ、さっきのここがねもう一回分かりにくかったと思うんで、もう一回お伝えするんですけど、まあ、簡単に言うとね、こう今仰向けに寝てると思ってください。仰向けに寝てるとしたら、まずこっち側ですね、こっち側にグッと押して、でなおかつ左耳なのでこっち側に押しながら、こっち側にこうグッと持ち上げるような感じ、この状態でマッサージですね、こう揺らすような感じ、押しながら揺らす。はい、
っていう感じにしてあげるとこのお腹が緩んでくるっていうのがありますので、まあ、そういう感じでやっていただければと思います。はい、なので今日の話をまとめていくと、まあ、太った方っていうのはですね、大腰筋っていうのがどうしても硬くなって反り腰になって腰痛になっている方が多いです。脊柱管狭窄症、滑り症だったりヘルニア、慢性腰痛とかっていうのはこの大腰筋がものすごく引っかかってきやすいところになってきますので、まあ、ぜひですね今のストレッチをやってあげて、腰痛改善に努めていただければと思います。はい、そしたらですね今日はこれで終わるんですけども、まあ、今日の動画役に立ったなと思った方はぜひグッドボタンを押してください。あるいはですねこういった内容を聞きたい方、こちらに私の顔マークあると思いますので今それを押していただいてまた見てください。あるいはですね慢性腰痛を治すための本、こちらありますので興味がある方はダウンロードしてみてみてください。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね動画をご覧いただき本当にありがとうございました。